ホメリは、ベラルーシの南東に位置する都市。ホメリ州の州都であり、人口52万人のベラルーシ第二の都市。面積は113平方キロメートル。ウクライナの国境付近にあり、国際河川である掃除川の湾に位置する。ホメリ市庁舎の位置は、北緯52度44分16.70秒、統計30度98分33.30秒。ホメリが、 都市として成立した正確な日付は不明であるが、12世紀年半から言及され、公式に1142年に受け入れられた。1854年には、蘇ジ川の左岸の位置に隣接している町ベリザを併合した。第二次世界大戦中、ホメリは1941年8月19日から1943年11月26日まで、 ナチスドイツの占領下に置かれた。ロコソフスキー率いる第一ベラルーシ方面軍のホメリレチツァ作戦により解放されたが、町の8割は破壊され人口は激減した。当器によれば1940年の14万4千人から1万5千人以下にまで減少している。戦後、町の復興計画が作成され、道路拡幅のため革命以前の古い建物は撤去された。 ホメリの市街地には1950年代に建設された建物が多く、街の雰囲気を決定づけている。ソジ川のおよそ 100km 下流には、チェルノブイリ原子力発電所があり、1986年4月26日の事故ではホメリも被害を受けた。ホメリには 74km に及ぶトロリーバスの路線網があり、市民の重要な足となっている。ホメリ駅は、 ミンスクとキエフを結ぶ鉄道の幹線上にある。このため、ウクライナ、ロシア方面の鉄道のアクセスは良好である。町から北東に8キロメートル離れたところに、ホメリ空港がある。ありがとうございます。